はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさいませ、染谷でございます。ドラゴンクエストビルダーズ3章マイラ編やっていきます。はい、わこついらっしゃい。さて、緑の扉ということですね。だよね。もう早速、確かマークをつけられたんだっけ。ソメヤ、私は信じてるわ。あんたと姉子が組めばすごい兵器ができるって。さあ、魔物との戦いもいよいよ大詰めね。私でよければいつでも手を貸すわよ。どうなの、ソメヤ。私の力が必要かしら。はい、わがついらっしゃい。ふふふ、そう言ってくれて嬉しいわ。さあ、ソメヤ、一緒にお出かけしましょう。お出かけって服買いに行くんじゃねえんだから。マイラとガイライヤーの地にはたくさんの強力な魔物たちが住んでおる。噂では4体の巨大な魔物がおり、倒せば魔物が作った家具が手に入るという。は？溶岩魔人とは関係がないが、お主が行くなら共に挑んでみたいものだ。どうすんの、話はともかく、どうだソミヤ、わしの力が必要か。うむ、最近の魔物は手強いが、力を合わせれば必ず何とかなるであろう。ソミヤ、お前には頼ってばかりですまねえが、姉子のことをよろしく頼むな。さあ、ここまで来たんだ。俺だってやるときはやるぜ。どうだ、素材集めや魔物退治に俺の力が必要か。ただ途中で頭が痛くなるかもしれねえ。遠くには行き過ぎないようにしようぜ。ソミヤ、ラライの研究所にはもう行ってくれたのかい。もし必要ならアジトの荒くれども遠慮なく連れて行って、引きずり回していいよ。口悪いが、今回は私はパスさせてもらう。あそこには思い出したくないことが多いんでね。さあ、緑の扉の先の研究所からラライの研究記録を持ってきておくれ。荷物がパンパンだね。そういえばまだ扉2つ目だったのに、こんなに荷物パンパンだよ。あれ、収納箱ってさ、どこに置いたっけ。ここにあるのは知ってるけど、ここにあるのは知ってるんだよ、知ってるんだけど、まあいいか。そこで氷とかは弾作るときに必要だから、こっちにいるところで。あ、なんか見たことねえもん入ってんぞ。大きな時計だって。時を刻む機械式の家具。なんてこってしょ。そんなかっこいい良さげな感じのインテリアが。マグマと、氷は、雪もか。いや、雪はちょっとよくわかんねえけど。こっちに入れとこう。氷の弾丸とか炎の弾丸作るとき必要だからね。よし、これで少し開くんじゃないか。これからまた新しい素材が手に入るやもしれんしね。っていうか入るでしょ入るんだからね。空き場、空きを作っておかないと。あと、この辺のこのよくわからんプレート、魔物の床飾り、こういうわけのわからんものとか、スイッチ旅先で使うことあるかね。ああ、それな、旅先で使うかどうかもあるか。旅先で使うかと言われたら、そうそう使わんと思うんでな。よし、
とちょっと邪魔なのでこの土は捨てます。ただ敷地内に置いときます。あ、敷地の外に焼きやがった。まあいいや、あの一塊で99個まで行くんだからいいよね。よし、あ、しまった、旅立つ前に一回寝ようぜ。すっかり夜だ。オッケー、じゃあ行きましょう。アイテム、装備はどうですか？替えのハンマーが1個欲しいかな、これ。魔人の金槌は魔法のインゴットが必要。魔法のインゴット。これでいいだろう。ああ、魔法の鎧ね。直接攻撃以外のダメージを減らす。どういうことだ。なんか嫌な予感しかしねえな。直接攻撃以外のダメージを減らす。魔法使いゴーストのメラとかそういうこと？魔法のインゴット、イエティ、紐作れるから作っとく？あ、オッケー。盾がさ、今箱側に行ったよね。ってことは俺装備が今パンパンなんだ。正解。じゃあね、着替えようかな。持ち物装備で、盾が向こう行っちゃったから、体力の上がる指輪をしまう。力の指輪をしまう。石の剣はもうさすがにいらないな。しまう。これはダメ。装備してるから。衝撃から足を守るっていうのは確かに欲しい。欲しいことは欲しいんだけど。それで装備で、今、革の鎧なんだよね。革の鎧をこれ外す。で鉄の鎧を装備する。鉄の鎧がいいよね、とりあえず今はね。まだね、まだ決戦ってわけじゃないから。魔法の盾もまだいいかな。あ、でも鉄の盾がちょっとやばいか。で持ち物装備で、革の鎧しまうって感じでいいかな。よし、行こう。足腰パンパンだよ。あ、雪なんだ。あ、お腹も空いてるからちょっと食べようかな。チェック。はい、はい。おっと、左斜め下にちょっと色の違うところがあるぞ。ってことは早速こっちから行こう。早速こっちから行っちゃうもんね。あ、これあれじゃない、アイスクリーム用のさ素材じゃないか。
前回撮った。すげえいっぱい生えてるけど。下に降りると上がるのが大変だからな。寝ちゃったか。逃げんなし。オッケー。この偽物の塊は一体何なんだろうね。誰だよガスガス落ちてんのは。おいなんで落ちるかな。落ちる要素あったか今。しょうがねえな。お前どうせなら一回落ちちゃったからもう降りるよ。降りないために頑張ってたのに。これにこれ使うのもったいねえないくらあれでも柔らかくても耐久力が減ってしまうんじゃもったいないからね。頑張れー、戦いは任したぞよし、こんだけ取ればもう十分美味しいアイスクリームたくさん食べられるのではないだろうか。まあいいや、こいつは倒せるんだっけ、ハンマーで。ここ全部氷か。姉子が置いてくれたクエストのマーク完全に無視して好きなとこ行ってっけど。あ、またギガンテスがいるぞ。これ敵なのかな。なんか4大なんたらを倒したら家具がなんか手に入るって言ったけど、それかな。フレームもフレームじゃねえ、ブリザードも一発かよ。強くなったもんだな。筋肉を及ばずって言ってる。
あば。やったぜ。一体目、初めて竜王軍の旗を手に入れた。氷だらけだな。やべえブリザードがザコい。あんなにカチンカチン戦いなく勝てなかったのに。魔人の金槌一撃って弱すぎるだろ。今度さあ、果たしてここ登れるかなっていう感じ。なんか穴あるね。あー出た、オリハルコンだ。やべ、魔人の金槌しかねえ。魔人の金槌の強さは今身をもって知った。魔人強いね。目に入ると欲しくなっちゃう。あ、宝箱があるぞ。ソメイは宝箱を開けた。なんと憧れの比喩の設計図を見つけた。憧れの比喩、これは作らねばなるまいで。お、なんか金か。これ初めての金来た。これ人か、人って読むか。比喩、比喩って頭悪いな。もう今日もやる気がないなそうだよ、人だよな。漢字読めなくなる病がたまに発病するからな。読めてたはずの漢字が読めなくなる病。知っている人の名前が出てこない病。また素材の宝庫じゃないですか。で、金があるってことは金の、あの素材で何かまた新しいの作れるんだろうな。ちょっと金取っとかなきゃいけないじゃんね。
どうでもいいけどさ、粘土とかいらねえんだけど粘土とかいらねえんだけど、すげえいっぱいそっちの箱に行ってたよね。立派なビルダーになって、ちょっと粘土は邪魔だわ。やればやるほど出てくる。あ、上にもある、上にもある、なんてことでしょう。これは悩ましい。うん、よし、こんなところで勘弁してやるよ。先進まんねえからな。どっちから来たかもわかんねえや。金だ、金だけや。ちょっとあれ当たんないんだけど、たまに当たんない時あるんだよね。あと銀がね、意外と少ないのよね。今んとこ銀ってそんな目立ってないけど、いざって時に銀使うとなったら困っちゃうからね。手に入る時に入れとかないと。金と銀、何を作るんだろうね。筋肉、お前があるとよ、上いけねえんだわ。うわ上は無理だ。よし、さあどっちから来たかさえ分からなくなってしまった。あ、なんかいるー。オッケー、こっちかな。なんと登れないっていうね。後から足りなくて取りに来るっていうのは一番めんどくさいパターンだからね。それは避けたいよね。よし、このままこっちを突き入っていこう。なんかあるからアイテム整理かも。持ち物もう3つしか枠がないけど、これいらないのは土です。それから、マーブル岩、マーブル岩はいるかな。粘土はいらないです。なんかがいる。誰だ、あれ、お前タルバじゃねえか。違うんか、ラライか。なんかちょっと雰囲気が似てたけど。おや、また君か。え、また。僕はふと思うことがある。人間というものはなぜ強弱なのだろう。もっと素直に生きることができたら、
悲しい思いも辛い思いもせずに済むのに。こんな思いを音に込めて表現できたら気分は晴れるかもしれないな。いや、そんなことをすればまた少女の眠りを妨げてしまうだけか。お前は何を言っているんだお前は何を言っているんだ。あ、魔人の金槌壊れちゃった。ちょっとさすがになんか物質が硬いせいか金槌が壊れやすいね。何かを使うって書いてる。ハープかなこれ。ハープだね。楽器を持ってこなきゃいけないらしいけど、ラライと初めて会ったんだけど違う、俺の記憶ではラライとは初めて会ったんだけど。また君かと言われて面を食らってしまったが。この外の島の、おっと来たー。ブルーブロックを持つ者は弱き者を地に描け、持たざる者はここより立され。おー、スライムの絵を描けってことだな。これ要はブルーブロック何個いるのじゃあ。1234、あ待って、3369101112131415ぐらいブルーブロックが必要だ。よし、ここにこの弾を置いておこう。ブルーブロックをどこで手に入れるかだね。目玉の印？ん？目玉の印っていうか、あのブロックをはめることでスライムのドット絵になるんだよ。そういう形だった穴が。特にないからここは降りていいかな。この塔のてっぺんなんかあるかな。光の加減かな。宝箱っぽいものがちょっと見えるような気がしないでもない。青、ちょっと下で待ってて、俺行ってくるからさ。あ、やっぱ宝箱あった。命の木の実なり。開いて。お待たせ。
ここに高く積まれたあ、関係ないか、たくさんあったわ。高く積まれた氷の山。普通に通ればいいか。オッケー。やべ、お腹が減っているじゃないか。やばい、もうない。なんてことでしょう。余裕がないよ。多分これだな。この黒い岩が多いんだ。まあ待て、もうちょっとだ。まだもうちょっとだ。ここは倒産。やれー、よし。オッケー。あそこらしいね。お、あそこに家がある。これは家先でしょう。登れるか、おめえら。おめえら登れっかよ。登れっか、登れっか、ほら、ほら。ダメか。あ、家じゃなかった、スタート地点だった。おおっと、すげえな、ま、ぐるっと回ってきたんだな。であれば一回帰るか。すげえ旅をしてきたような感じだったけど、とりあえず一回帰ってきたわ。荷物の整理をするぜ。魔女の壁、地。あ、もう魔女の壁が入んねんや。氷が入った。白い壁入らない。こんなことってあるのね。俺がこう山に遭難した時と同じような感覚だったわ。小学生の時に山危うく遭難して、そのまま見つからず死亡みたいなことになるかもしれんかったような、そんな事件が。憧れの人。やんちゃってこともないと思うけどね。周りは山だらけだったしさ、田舎だから。それは探検はするさ、男の子は。
秘密基地というか、あ、雪か。雪向こうだな。まあ、謎の小屋があってさ、誰かが使ってた小屋なんだろうけど、その小屋に怪しい缶があって、なんだろう、缶、この缶開かないねって、中に何か入ってるよっつって、ガシャ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 、すごい重い音がするのよ。あ、重いね、何入ってんだろうねって、開けてみたいねって言うんだけど、開かなくてさ、この中にこれ拳銃じゃねえや、あの鉄砲の弾入ってんじゃねえのとか言ってそれは事実かどうかさえ分からんけれど、そんなこと言って、その小屋を皮切りにちょっと奥の方行ってみようかみたいな言ったら、まあそれはもうあれですよ、整頓されていない山ですから、誰もね、手は加えていないわけなんでね。しかもこう、自分小学生だからさ、そんな背も大きくないし、身の丈以上の草が生えているわけですよ。だからそこの中に入ってしまったら、もう周りは見えないよね。もう草しか見えない。かき分けてもかき分けても草しか見えない。見えるのは地面だけで、最初はまあなんかまだまだね、始まったばかりだから元気が良かったけど、だんだん進んでも進んでもどこにも行けなくてさ、道は変わ、なんていうの、景色変わらないし、どこ行ってるかわからないし、進んでんのか戻ってんのかもわかんないし、だんだん二人して、まあ、二人だったんだけど、やべえどうしようみたいなことになって、時間はどういうぐらいかは覚えてないけれど、そこそこの時間経ってかと、経ってからふと草をかき分けたら元の位置に帰ってきたっていう。それら山に入ることはやめたね山はやべえんだなと思ってガライの町中の敵を倒せ。なんかいる。え、こうガライの町っていうとこなんだ。まあね、一人ぼっちじゃなかったのは良かったね。やばい、ちょっと敵が多すぎてカオスだ。よし、来い、命の木の実。いてー とにかくあのでかい手を倒さなければならないって。初めて雨露の糸、水の羽衣って、あんな可愛いのか。雨露の糸を美しく織り上げた羽衣、マグマのダメージを減らす。なるほど、
この素材を取りながら戦うというこの余裕シャクシャクモード。余裕を見せつけていくスタイル。そして2段どうだ。お、命の木の実だった。よっしゃー、ガラリの町を救った。てってれーん、ギー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 とか言ってるよ。どこからか入れんのかな。雪が積もってすげえことになってんな。ロボットがギーギーギー言ってんのは宝箱が先だ。宝箱は空っぽだった。どうやら魔物たちに持ち去られてしまったようだ。よし、いただこう。お、ノートに文字が書き殴られている。読んでみますか。はい。ついについに念願だったマシンパーツが完成した。あんなに悩んで作り出せなかったのに今は頭が冴え渡っている。発想が湧いてくる。こんなことならこんなことならもっと早くもっともっと早くこうするべきだった。うひゃ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 うひゃ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 うひゃひゃひゃうひゃうひゃ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 。とても正気で書かれたものとは思えない。染谷はそっとノートを閉じた。なんてことでしょう。アイテムがいっぱいになってしまいました。アイテムがいっぱいになってしまった。いっぱいになっちゃったよ。初めての文房具、まあ、窓とか別にいらねえか。おしゃれ壁。話す。お前誰だ。そうか、ラライ様の助手だったアメルダの。すまない、私が守っていたマシンパーツは魔物たちに奪われた。代わりにこれ持っていけ。ダメだ、私もう壊れる。ギギ、アメルダ、ラライ様、愛した人守ってやってく。ギギ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 ギ。お、ちょうど持てた。ラライの研究記録。よし、帰ろう。ここはそんなに辛い道のりではないはずだ。すぐ帰れるはずだぞ。お前ら登ってこれるだろ。ちゃんと頑張れよ。すぐそこだった。すぐそこだった。クエストのポイントがすぐそこだった。おお、よ、全員帰ってこれたね。よかったよかった。俺はまたちょっと整理があるから。あ、すげえ。別に持ってこなくてもよかった。27個もあったランプが。壁掛けランプが。マジか。椅子、土、文房具置いといてあげるか。文房具、はい。椅子、ちょっとした個室になる椅子。椅子どう、これ。椅子いる。お、椅子もう一人座れるようにしとく。はい、全部で6人までいけんのな、あのテーブルな。ピカピカに光らせよう。
し、四つもできた。ああ。ちょっと街も明るくなってくるんじゃないこれで。なんとなく。まだ待て、俺はアイテムの整理をしなきゃいけないんだよたらい、あ、宝箱ね。女性の肖像画、美しい女性が描かれた絵画。これいいね、これ飾っちゃおうぜ。たらいか。今回お風呂ないね、女の子。女の子の部屋に置けるような。あ、なんかちょっときつめな顔の肖像画だね。誰を模したあれなんだろうね、これは。え、ちょっとアメルダっぽくない？アメルダ姉さんっぽくない？帽子を取ったアメルダ姉さんって感じがしないでもないんだけど。ほらほら、どう？宝箱はここに増やしていきまーす。はい、3個の宝箱部屋でしょこれ。6個の宝箱部屋になりそうだよね。あちこちからパクってくればよかったな。忘れた、宝箱が。じゃあたらい1個多くしてあげるよ。もう1個たらい、ほらみんなで使いな、たらい。あと家具は、あ、ガラス瓶？ガラス瓶、6個もいらねえな。スイッチもまあ、いらないっちゃいらないな。スイッチじゃないや。これなんだっけ、これ。ピストンか。ピストン、まあ、いらねえかな。飾り家具、竜王軍の旗。竜王の姿を模した旗。え？これから竜王軍倒すって言ってんのに竜王軍の旗立てる？それいろいろとおかしくない？それいろいろと問題が起きない？大丈夫？ほら、ここは竜王軍の拠点です。攻撃するのは今すぐやめてください。今すぐやめてください。あなた方は竜王軍の仲間に攻撃を仕掛けているんです。ここにガラス瓶を置きましょう。はい、水の羽衣ってもしかしてレアなのかな。これどこでどうやって手に入れたかわかんないんだけど、雨露の糸。モンスタードロップかな。おい、すげえ攻撃だけどびくともしねえな。そうかい、研究所が魔物どもに。それはひょっとすると魔物どもに先手を取られたかもしれないね。やつらまさかもうラライの発明品を手に入れて。いけない。こうなったらすぐにでも持ってきてくれた研究の記録を読み解かないと。ソミア、早速ラライの研究記録を渡しておくれ。はい。ふむ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 。ソミア、これすごそうだよ。あいつの発明は前に話しただろ。炎と氷を合体させて爆発的な力を得るって技術さ。これはその発明をさらに発展させて最強の兵器を作るための開発メモみたいだ。
あいつは結局炎と氷の合体を自分の力だけじゃ実現できなかったけど、ビルダーであるあんたの力があれば私たちでもなんとかできるかもしれないね。このメモを完全に読み解くのは私には荷が重そうだ。でもなんとかしてみるよ。ありがとうソミア、メモの解読までもう少し待っていておくれ。はい、なんか敵倒してるあたり、なんかね木のね下あたりでモニョモニョしてたらね手に入れたんだよな。だから誰なのかがよくわかんねえけど、敵の名前はねまあいいかな、ガーゴイルかな、あの時にいたのは。でもガーゴイル結構倒してるけど、ガーゴイルから全然出ないってことはやっぱレアドロップなんだろうな。あ、俺何すればいいの？誰か依頼出てる？よし、依頼があるぞと。久しぶり。サミヤさん、魔物との戦いで忙しそうなところごめんなさい。私最近悩みがあるんです。私の話聞いてくれますか？実はこの頃夜になるとどこからか歌声が聞こえてきて眠れないんです。すごく綺麗だけど悲しげな歌、私聞いていると涙が溢れてきちゃって。だからお願いです、この歌の秘密を調べてきてもらえませんか？染谷さんは私がガライアの雪の中で魔物に襲われた理由が私の宝物の鍵だったことを覚えてますか？この鍵は私が雪の中でたまたま見つけたものなんですけど、歌声が聞こえてくるとそれに反応してぼんやりと光り輝くんです。私はこの鍵が聞こえてくる歌声と何か関係がある気がして。染谷さん、この鍵はあなたに差し上げます。どうか赤い扉の先を探して、歌声の秘密を解いてきてください。赤い扉って言うから何の扉かと思ったら旅の扉のことね。お前が俺よりも事情に詳しすぎて、ちょっとこっちがビビるんだが。まあやっとくれたよ鍵をって感じ。行くべき場所はもう印つけてあるから、コンパスにつけてくれなくても知ってるよーって。よし、そしてそこでなんかよくわからんけどなんとかのハープみたいなの手に入れて、それをラライのところに持ってくんだなきっと。もう一人どこ行った？温泉だった。よし、オッケー。赤い扉の向こうね、行ってきましょう。あの緑ではない、赤の玉の位置です。敵に邪魔をされないようこの黒い山の上を登っていきましょう。どうやって破壊して、あべ、どうやらこれは難しいようだ。筋肉を連れていかなきゃいけないから辛いね。
前擬態の場所にもよるだろう。お前場所考えろよ。お前完全に存在浮いてんぞ。こいつなんか出すんだよな。一回だけなんか手に入れたような気がする。よっしゃ、こいつじゃなかったかな。こいつの色違いかな。その高さで、あ、でかい。あ、出た。あ、これか。大きな石か。大きな石何に使うか今何も分かんねえな。寝るなよ。大きな石か。大きな石ね。小さいのじゃなくこのでかいのから出るんだな。あ、出た。バスタブが来たよ。しまった。寝てしまった。むむ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 。お前ら登れっか。ここだぞ、ここだぞ。ダメか。おい、おこれんのか。そしたらこれか。これだ。これでどうだ。おお、しゃ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 し。一番上に宝がある、宝物が置いてある。まずい。やるなラリホー。ドラクエ界でも現実でもラリフォーは強力だぜ。おー来た、メルキドグリーブー。これ壊せんのかな。あ、これは壊せねえか。これが最強だな。夜ラリーフォーかけてほしい。これか、会心と守りのルビーか。守りのルビーを外して装備して飛び降りるでし。
あれなんか途中にまだなんかなかった今。なんかあったよね。これ上にまだなんかあっぞ。あれ、俺飛び降りたけどお前ら飛び降りれないの？上から俺を見下ろしているぞ、奴らが上から。なんてことでしょう。これは困った。なんてことでしょう。あ、よかった。やっぱ上があるんだ。外に段差作って上がっていくのかと思ったけど、これで正解なんだ。よかったよかったよかった。じゃあお前らちょっと上で待っとけ。おっと、ここにもいるぞ、ラライが。本ゲット。本いるか？本作れるじゃんね、そういえば。多分こいつからなんかもらうから、捨てる。おや、君か。この塔に入れるなんて、どこかで僕が生前持っていた鍵を手に入れたんだね。それで、僕に何の用だい？まさかあの女のお使いにでも来たのかい？何？僕の歌声が少女の眠りよ。すまない。それは迷惑をかけたね。悪気があったわけじゃないんだ。僕は歌や音楽が好きでね。僕の先祖は盾ごとの愛好家だったんだ。ん？僕かい？僕はラライ。しがない発明家だった男だよ。君はまだあの女のアメルダの手助けをしているのかい？全く身勝手な女だよ。魔物を倒すために結局僕の発明に頼るなんて。自分が僕の発明の完成を邪魔したくせに。悪いことは言わない。今からでも彼女の手助けはやめた方がいい。言っただろ、あの女は人殺しだって。ああ、あの時はあったやつか。君もせいぜい気をつけるといい。あの女に殺されないようにね。歌を歌うのはもうやめにするよ。迷惑をかけた少女には謝っておいてくれ。消えた。なんかそれっぽいものが多いけど、ちょっと待って。この文房具と紙ともらっていこう。これもらっとくか。本棚腐るほどあるからいらないんだよな。本棚だけの部屋とか作ったらなんかあるかな。わからんけど。あれ、ちょっと待って、俺メルキドブーツ履いてるじゃん。あれ、鋼のグリーブだった。間違ってる。こっちだった。あれ、ダメージ食らってたんか、じゃあ。あのと、よく生きてたな。よく生きてたわ。よし、使って帰ろう。初めての図書館。図書館か。図書館あるかもしれないね。よし、帰ってきたぞ。そういうことになるとだよ。まあ、アイテムしまっていくわけだけども。バスタブが来たよ、これ。ね。
宝箱をまず置いていこう。はい、まだなりません。でバスタブをここに入れましょう。ここは本当にいい部屋ですね。でも仕切りがないのがちょっとね、仕切りが欲しいね、バスタブとの間に。土カモン、土土カモン、土カモン。あ、持ってた。土はいつも持ってた。この辺の位置がちょっと変。肖像画を見ながら風呂に入る。あれ、藁の扉なかったっけ？キングベッド。あ、こうなるとキングベッドとかちょっとあれだな。部屋狭くなったな。お、いろいろと、いろいろと大変なことになってるぞ。いろいろと破壊しちゃったぞ。木のテーブルが、木のテーブルここかな、どこかな。やっぱちょっと一部屋足りないんだよなこれな、どう考えても。これだとダメか。こうか。で、椅子をここに置くと。うん。で、ベッドを、まあ、こうかな。で、本棚をここと、ここに置いて、袋、明かりは食器、文房具、椅子がもう一個いる。椅子あげる。じゃあ一個、はい。座っちゃった。座るんじゃなくてよ、アイテムだよ。本4つもいらないねこれね。で本棚、あとこのメモ帳、なんていうか古臭いメモみたいな、古臭い感じのメモはどうしようかな。古臭い感じのメモ、あ、木の机、これをここに1個置こう。でメモを置こう。よし、これで完璧だ。椅子が1個余ってる。椅子ここに置こう。じゃあ、あ浮いてる。これはここに置いて、椅子を下に置く。よし。OKOK。本がやたらと余ってる。
ここは本はたくさんあるけど片付けができないみたいな片付けができない女の子の家みたいになっちゃうんだ。本だらけ。姉さんの部屋にも本置きますか。じゃあ、あ、上に置いてあるからダメなのね。姉さん、ごめんね、椅子の向き逆だったわね、これ。これ上に乗って上から本見てる。下に置かないとダメっぽいんだよな。本置いたから上乗れないのか。あ、高さが足りなくて上乗れなくなっちゃった。姉さんごめん、ちゃんとした方向に置けなくなっちゃったわ。あら、ちょっと変なところに置いちゃった。狭くて姉さんそんな必要に椅子に座んなくてもいいんじゃねえかな。天井が低い弊害が出てました。出ちゃいましたな、これ。おや、ね、出ちゃったね、これね。あ、よし。そうかそうか。テーブルを壊してから椅子を置けばいいのか。これならいいんだ。これで完璧なのか。これでいいんだ、これで。で、机に本を置いて、ここに本棚を置いて、本を置いて、完璧。敵が襲ってくる側にさ、建物作りたくないよね。せっかく作った荒くれバーが全く活躍してないんだが。夜になったらみんな寝ちゃうしな。荒くれバーいつ使うんだよ。今回全体的に天井低いな。さっきは50ダメージだった。ありがとう、見てなかった。もう頭の中で完全にゼロダメージ補正かかってたからさ。おっと、ここは入浴するところ。ここはさ、まだ閉められんわ。誰かが使ってる様子を眺めてからにしたいわ。せっかく作ったんだからさ。あと藁の扉がどっかに余ってたはず。あれ、藁の扉じゃない。あれ、藁の扉がない。どっかと入れ替えよう。
藁の扉のままのところがどっかあったっしょ。え、ない？あった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 。オッケー。これバスタバも関係ねえからな。で、ここの部屋には明かりがないぞと。そうか。いや、作るじゃない。収納で取り出す明かり。なんかちょっとあれっぽくなってきたな。このなんつうんだろうね、街灯みたいな大正ロマンみたいな、そんな感じ思い出すわ。思い出すわって、俺は大正の人間じゃねえけど。なんかそんなイメージがあるな。あと一個どこにつけようと思ったんだっけ。あとここの入り口か。入り口につけようと思ったんだ。やっぱ天井狭いな。まあいいか。道がねえからな、ここは埋めとこうぜ。あとここな。よし。で、持ち物で階段を何個だ。3個かな、2個かな。1個2個1、2、3個か。これでオッケー。で、この端に図書館を作ってみよう。なんかだんだん狭くなってくるのな、上から上の方に行くにつれて。ここ出したいけど、さらに暗い雰囲気になっちゃうんだよな。だから潰さないでおこうか。それが建築というもの。建築先生がやってきたぞ。建築家かな。これ入り口どうしようかな。ここにしようか。土がもうないんじゃねえか。1階下のところに入ってどれくらい暗いか見てみたら、
え、一回入った。暗かった。いや、ここに屋根を作りたいんだけど、屋根っていうか上の敷地を広げたいんだけど、こうやって、これは前のショーでやったんだけど暗かったんだよね。扉が余ってるのってどこだったっけ？向こうか。あと明かりがいるのか。明かり二つ。中は荒くれバーですよ。あー、ちょっと狭かったな。あ、ここはいいんだ。ここを、あ、そうか。中途半端な数になっちゃったな。ここ隣り合わせて、あー、一個足りねえな。空き部屋か。余ってる本は全部回しちゃったもんな。階段に安全柵がないと苦情が来そう。本がねえな。まあこんなもんか。よし。さてと、あ、マシンなんたらが落ちてる。マシン回路だっけ。しまったー。あ、まあ、いいか。土いっぱい作ったから、使ったから、土は手に入れてもまあよろしかろうて。5個の土、黒い岩。ここが死んじゃったんだよな。死に部屋になっちゃったんだよな。誰もアラクレバーに行ってくれないからな。みんな興味ねえんだよな、アラクレバー。あ、ここアラクレバーに行けねえや。こうしないと。
よっしゃ。もうこれ以上人増えない感じかな、これ。荒くれ場合のアクセスが悪いのかな。1階に作るべきだったかね。荒くれ場、回転休業なんだけど。誰も料理作ってくれねえんだよ、だから。誰も作ってくれないのはちょっと問題だな。でも今更破壊できねえ。いや違う、今更移設できないのよ、スペースがなくて。だから料理レンガ台をもう一個個別に作ろう。よし、頼む。俺の腹事情はこの君たちが作ってくれる食材によって決まるのだ。じゃあ俺も寝ようと。マイルームで寝るぞ。あー、ケーキ食べたい。あー、ケーキ食べたい。あー、ケーキ食べたい。日照権に反するから。日照問題、そうなんだよね。日照権に関してはもう第一章から発生してるからね。そんなこと言ってる場合じゃないだろう。ゴーレムが襲ってくるんだぞ。サムヤさん、ありがとうございます。歌声の秘密を探ってきてくれたんですね。その歌を歌ってた人、アメルダさんが助走していた発明家さんですか。ラライさんって歌が上手なんですね。きっととっても心が綺麗な人なんだと思います。ところでソミヤさん、いつもアメルダさんと一緒ですけど、アメルダさんのことよく知ってるんですか。実は私、幼馴染のコルトから変な噂話を聞いたんです。何でもアメルダさんが昔人を殺したことがあるって。アメルダさんはいつも一緒に温泉に入ってくれるし、いい人なことは知っています。でも自分のことはほとんど話してくれないし、どこか影がある気がして。私、アメルダさんは大好きです。これがただの噂だとし、いいんですけど。ピピピピー。そうだ、アイスクリームとかいろいろ作れるようになったんだっけ。おー、クッキー、ホットケーキ、乙女ケーキだって。ドラキーバターが重要じゃないですか。ドラキーバターが4つしかないよ。アイスクリームはドラキーバターが使われるのか。なんていうことでしょう、ドラキー。これ作ったらなんか、なんだかアイスクリームとか、なんつうんだろうな、パフェのさ、プレートとか思いつくのかな。1個作りたいね。ケーキで、ケーキのプレートを思いつきそうだよね。作ってみるか。ケーキ生徒ひらめいた。ほら、来た、やっぱし。じゃあ、アイスクリームで、パフェとか、パフェ来い。来ねえ。パフェ来ねえ。パフェの大盛りとかさ、ちょっと期待したんだけど来なかった。さて、依頼が誰かあるね。あいよー、おめえは誰だ。なあサミア、どうやら姉子はララインのメモの解読に手間取っているらしいぜ。やっぱり専門家じゃない姉子が最強の兵器を開発するなんて、とても。なあサミア、シェネリから聞いたぜ。お前、死んじまったララインの姿が見えるのか。だとしたらお前に頼みて、ララインの野郎に最強の兵器のことを直接聞いてみてくれねえか。あいつが素直に話すとは思えねえが、俺に一つ考えがあるんだ。ラライが先祖から代々受け継いできた
銀の盾事ってもんがあるらしいんだが、魔物に奪われてぶっ壊されたらしくてな。あいつは生前ずっとそのことを嘆いていた。そこでよ、その盾事を探し出してラライの野郎に渡してほしいんだ。噂じゃ壊れた盾事はガライアの表現のどこかに隠されているらしい。盾事を見つけたら修理して姉御からの贈り物としてやつに渡してくれ。な、どうしてわざわざ嘘をついて姉御からの贈り物ってことにするのかだと。それは俺の小細工さ。そういえばラライの野郎はきっと喜ぶ。あいつのねじくれた心も少しは元に戻んだろ。その表現は小さな氷山だらけって話だ。そのあたりをよく探すといいんじゃねえかな。いいか、まずは緑の扉の先の表現で銀の盾事を見つけて修理する。修理したらそいつを持ってラライのところに行ってくれ。そうそう、盾事の修理にはこれを使いな。姉子が大事そうに持ってたもんだ。思い出の鶴弦。おい筋肉、お前らも行こう。どうだ爪や、ラライの野郎に盾事は渡してやれそうか。いいか、まずは緑の扉の先で表現で小さな氷山を掘って壊れた銀の盾事を見つけるんだ。小さな氷山はたくさんあるらしいから、あちこち掘りまくって探すしかないだろうな。そしたらその建物を修理してラライの野郎に渡すんだ。よろしくな、ソミア。これできっと最強の兵器を作るヒントが手に入るぞだぜ。入るぞだぜ。なんだよ、お前ら、ついてこねえのかよ。じゃあ一人で行くからいいよ。確かあの氷山が目立ったとこだね。一人で行くのちょっとやだな。結構敵多いんだもん、ここ。あっちだ。やっぱなんか意味ありげだなと思ってたっけどね。氷山、氷の山、なんでこんなに山いっぱいあんのかなとは思ってたけどさ。破壊しろってことだったんかー。あ、いきなり、あ、違った、木の実だって。なんてことでしょう。これなったら全ての氷山を破壊するしかあるまいて。これまんまと1個目のアイテムに釣られて全部壊すパターンの。あ、あった、なんか書いてある。人間の盾事、持ち出し禁止。ソメアは宝箱を開けた。なんと壊れた銀の盾事を見つけた。壊れた銀の盾事を手に入れた。銀の盾事をひらめいた。銀の盾事を特殊アイテム、美しいか、お、な、なんだ。音色を奏でる。どうした、漢字読めなくなってるぞ。伝説の盾事。よし。でもまあ一応他も開けましょう。飲んでるのかな。飲んではいないね。飲まないと人生やってられない病にちょっとかかりつつあるけど。
俺は今日も何もしなかった。もうダメだ、もう俺。もう死んだ方がいい。手に入らなかった。ビールここに運びたい、どういうこと？俺に飲ませる機会？俺をビール漬けにしてもっとダメ人間にしようってことかい？おし、じゃあ帰るか。そんな遠くねえけどな、ちょっとめんどくせえからな。縦ごと取ってきたぞ。縦ごと取った、壊れた銀の縦ごと一つと思い出の鶴弦、銀が3つ。うわー、銀取っといてよかったね。でも銀16個しかないぞ。お酒で元気出るかなって。もうそれもうやばい人間じゃん。あ、魔人の金槌作っとこう。よし、宝箱がまた1個手に入ったぞ。こっちじゃねえや。さあ、これで6個だよ。6個で宝箱の部屋なるか。ならねえ。3個以上はならねえのか。あと19分だって。まあまあいい時間だね。いやー、連れて行きたいんだけどさ、ついてってくれる？2人ぐらいは連れてってくれ、ついてってくれるかな。まあいいか、まっすぐ行って帰ってくるだけだから。戦闘はないだろう。じゃあ1人で行くわ。ここ上渡るより横断した方が早いか。確かほぼほぼまっすぐ向こう側だったような気がする。うん、あ、違うな、あっちか。ラライのところには何も置いてこなかったんだよな。クエストのマークがついてるからこっちでいいんだ。オッケー。確かドラキーのバターって黄色いやつが出すんだよな。それ以外は意味なしか。
ん？また君か。おう、これは僕の家に代々伝わる銀の盾ごと。君はどうしてこれを？ん？なんだって？これがアメルタからの贈り物だって？これを渡す代わりに魔物を倒す発明のことを教えてもらいたいと。それは嘘だね。アメルダはこんなことはしない。彼女は物で人を動かそうとはしない女性だからね。しかし壊れていたはずの盾ごとを直すなんて、君は何者なんだい？そうか、君がビルダーなのか。だから僕の姿も見えるというわけだ。物を作る力を持つ伝説のビルダーか。君の力があれば僕の発明も完成できたかもしれないね。ソメヤ、伝説のビルダーよ。僕は君が羨ましい。ルビスによって最初から失われていた物を作る力を与えていただなんて。僕が命を懸けて考えたものも君なら簡単に作り出せるんだろう。さあ、これを作って弱き者を描くんだ。そうすれば君とアメルダが求めているものを得られるはずさ。ここでブロックかなんかくれんのか。来た、やっぱブルーブロックか。ブルーブロック、ドットブロック、青色のブロック。ガロンから依頼された目標を達成した。わかった、であればそのまま行くぞ。あの緑が置いておりました。あの緑の場所に行くぜ。え、でもブルーブロックがないんだけど。あ、これ雪だよ。あれあれ、ブルーブロックくれたんじゃねえの。どういうこと。ブルーブロックをひらめいたって言ったのかな。ひらめいたの、ひらめいただけ。じゃあ帰るよ。ちょっと今半分とか木がどっかに飛んでた。ゲームしながら違うことをぼーっとしてた。じゃあ依頼を修理して。ほらおめえら、かわいそうにこいつら終始雑魚寝の部屋で生活を強いられている。かわいそうだな。おお、ソミア、ラライの野郎のとこに行ってくれたんだな。ん、そうか、やっぱりバレちまったか。あの盾ごとが姉子からの贈り物じゃねえって。さすがはラライだぜ。腹立つことに姉子の性格をよく知ってるな。ん？どういう意味かだと？お前もうすうす気づいてんだろ？感づいてんだろ？姉子とラライが恋人同士だったって。このクソ熱いマイラに生まれた姉子とクソ寒いガライアに生まれたラライ。生まれた場所だけじゃねえ。姉子とラライは性格だって真逆だった。でもよ、姉子とラライは不思議と惹かれ合ったんだ。竜王軍を倒すために二人は発明を続けた。見てるこっちの筋肉がほてるほどイチャイチャと。そんな日が続いたある夜のことだった。姉子がラライを殺したのは。何があったか俺にはわからねえ。姉子だって言いやしねえ。だけど俺は何も聞かねえ。だって俺は姉子を信じてるからな。これが発明を続けるために避けられなかった姉子の過去の傷さ。とにかく苦労をかけたな、ソメヤ。後のことは姉子と直接話してみてくれ。焼きイカーって聞こえた。姉子と直接ね、グヘヘヘヘヘ。寝室に、あ、起きてる。夜だというのに起きてる。なぜ。
俺が来ることを予知していたのか。うん、姉御。聞いたよ、ガロンから全部ね。たくガロンのやつ余計なことを。まあいいさ。それで、あいつがよこしたヒントってのは。そうかい。その青いブロックの作り方をあんたに教えてきたんだね。そうか。ひょっとしたら。ガライア地方にラライが倉庫として使っていた建物があるんだ。そこでそのブロックを使えば何かわかるかもしれないよ。ソメヤ、その青いブロックを持って雪のガライアのラライの倉庫を調べてきておくれ。なんだよ、優しいな。コンパスつけてくれるなんてよ。で、その ブロックはどうやって作るんだい。お、イエティラグが作れるよ。まだ一回も作ったことないけど。縫い針2個あるから1個作っちゃおうか。でも敷物だって敷く家がね。水の羽衣。もうここでさ、マグマのダメージを減らすってさ、最後本当にマグマなのかな。あ、雨露の糸が3つもいるってよ。おい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 、マジかよ。でけえ。姉子の部屋にギリ入るかどうかって感じのレベルだで。姉子はいるから置けねえ。姉子がいるから置けねえ。姉子、姉子寝てくんねえかな。姉子がいる。でけえなあ。おめんちには置けんな。おめんちでいいか。玄関マットみたいに使うか、これ。あれ？場所が足りねえって言われてる。これが邪魔なのかな。これかな。ポケット。いや、いいね。玄関マット。俺の部屋は狭いから無理だよ。ワンルームだからな。ワンルームすぎて。縦長、まだロロンド式じゃないけれど、ロロンドより一マス大きいだけの大した部屋じゃないからな。もうみんなゾロゾロ出てきた。朝か。こっちは夜通し働いてるってのによ。で、青いブロックの作り方教えてくださいな。あった、ブルーブロック10個だって。あれ何個いるっすだっけ。20個あれはいいか。10個じゃ足りないはず。確か16個だったと思った。まあいいや、一人で行くわ。まあ、あいつら連れて行くと戦いがすぐ楽なんだけど、道筋をきちんと割れしてあげなきゃいけないからちょっとめんどくさいんだよな。あいて、俺お前に何かしたかよ、まあ。そういう問題。あ、ここの素材ってさ、まあいいか。ここの素材も取れるのかな。城壁は取れたはずだから、城壁をさ、町の壁にしたいなと思ってるだけ。まだやってないけどね。改装予定です。最終戦の前には改装をしておきたいかな。
一番最後何が出てくるかわかんねえけど。お、なんだ、消えたぞ。突然氷が消えたぞ。見た、みんな。氷が消えたぞ。登る場所が見つからねえよ。こっちだな。あれ、あっちか。何のための緑の玉か。はい、来たよ。マジ？聞いてないんだけど。まあ言ってないからいいね。そりゃそうだな。あれ、ブロックが1個入ってないんだけど。取れてるブロック。ホーミングする強烈な魔法で、魔法の弾。宝の番人を通した。ブルーブロックもったいねえなと言いつつ別に使うあてもねえな。置いといてもしょうがねえんだろ。じゃあ俺がもらってってやら。ソメヤは宝箱を開けた。なんとマシンパーツのメモを見つけた。マシンパーツのメモを手に入れた。マシンパーツをひらめいた。素材、不思議な形をした機械の部品。よーし、帰るぞ。放送終了間近に熱い展開。本当だ、もう終わりだね。あ、行ってきたよ姉さん。おお、ラライの倉庫からマシンパーツのメモを見つけてきたんだね。早速私に見せておくれ。そうか、これがあれば魔物の親玉を倒す最強の兵器が作れるってわけだ。うん、それにしても情けない話だね。結局は最後まであいつの発明に頼っちまった。自分で殺した相手なのにね。あいつの研究のことは何度か話したろ。あいつはね、
炎と氷を合体させる研究に自分の全てを捧げきっていたんだ。けどどうやっても発明は完成しなかった。炎と氷の融合なんて人間の力じゃ無理だったんだ。あいつは身も心もボロボロになって、でも私はただ見てることしかできなかった。その時さ、目の前に竜王が現れたのは、竜王はラライにこう言った。もし味方になれば人を超えた知恵を与えようって。ラライはその誘いに乗った。竜王の問いにはいと答えたんだ。皮肉なもんだろ。もともとは竜王軍を倒すための発明だったのに、自分の発明に没頭するあまり最初の目的も何もかも見失っちまったんだ。私はあいつを見ていられなかった。あいつは完全におかしくなっちまってた。だから私はあいつを、ラライを殺したのさ。はい、ということでした。ギリギリ枠内に間に合ったね。ということで今回はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。アイテム整理してから終わりにしようかな。はい、ではね、今回はこれで終わりです。